直列二気筒とは、レシプロエンジン等のシリンダー配置形式の一つで、2本のシリンダーが1本のクランクシャフトを共有して1列に並んでいる形式のことである。オートバイではシリンダーが横並びになる見た目から並列二気筒と呼ぶ場合が多い。オートバイでは1980年代以降 250cc 以上の主流が4気筒や、V 型エンジンに移行したため、 採用車両は減少していた。しかし、V 型に気筒に比して、車体レイアウトの自由度、コスト面で有利であり、近年は中大廃棄両車でも、再び一般的となった。自動車用としては、最小のエンジンレイアウトである。自動車が発展途上であった、時期の各国の小廃棄両車や日本の軽自動車用に、広く用いられた時期があったが、 小気筒ゆえの振動が最も激しく扱いづらいトルク特性になりやすかったため自動車用としては今一つな部分があった。1970年代にダイハツがシャレードで4ストロークの直列3気筒を実現すると3気筒が軽小型車に普及するようになり加えて1990年の軽自動車規格の排気量拡大が決定だとなって2気筒は絶滅した。 その後2009年の東京モーターショーにて、ダイハツ工業が2気筒の軽自動車、専用直噴ターボエンジンを発表。2010年には、フィアット500にダウンサイジングコンセプトの下に、開発されたツインエアが、量産化され、さらに2015年にはスズキが、セレリオの A セグメント車専用直噴ディーゼルエンジンに、採用されるなど、近年の環境意識の高まりにより、 小気筒による熱効率の高さおよび熱損傷率の低さなどの観点から小燃費なエンジンとして見直されつつある。4ストローク直列二気筒エンジンの位相の動画。右3つ。それぞれ360度、180度、270度。直列二気筒エンジンはクランクの位相によって大きくエンジンの特性が変わるため、クランクの位相角も並べて語られることが多い。 特性が異なるので、こだわりを持ったユーザーのために、同一エンジンや同一車種でありながら、あえてクライク位相の異なるものを区別して販売している場合もある。同一エンジンで複数のクランク位相を販売する04ストロークエンジンは2回転で1サイクルが完了するので、点火間隔の違いを含めて0から360度のクランク位相角が定義される。 360度2つのピストンが同時に上下する。短気筒と全く同じ回転バランスとなるので、バランサーを追加しないと一時振動が大きい。クランクッピンが同軸であるにもかかわらず0度でなく360度なのは、点火間隔を基準にしているためである。点火間隔は等間隔であり排気干渉がないため、集合マフラーとすることで軽量化、高回転高出力化できる。 軽自動車用エンジンとして広く使われた。初代ホンダライフに一時バランサー付きエンジンが採用された後に他社からも模倣したエンジンが登場した。オートバイに搭載されるものでは1930年以降世界を席巻していた英国製オートバイでは360度が主流で独特の強い振動や音があり、好き嫌いは分かれる。小型エンジン。 例えば、ホンダ CB92 や、ホンダ CM185 の場合は、振動はほとんど、問題とならなかった。もっと大きな排気量のエンジン、例えば、ヤマハ TX750 などでは、振動を抑制するためにバランスシャフトを用いた。1978年から1984年の CB250N や、CB400N も360度クランクを用いた。 最近でも、川崎 W650 やトライアンフボンネビル等に採用されている。BMW では2008年発売の BMWF シリーズパラレルツインでは、第3のコネクティングロッドが一種のバランサーとして機能しており、9000rpm までは振動を抑制することに成功している。なお、同社の主力の R シリーズの水平対向に基礎は、 構造は大きく異なっても、やはり等間隔点火であり、その結果ライダーが尻の下から感じるエンジンの感触には似ているところがある。180度ホンダ c b 4 5 0 1 8 0度クランク、直列に気筒2つのピストンが交互に動くので、360度クランクと異なり一時、空力振動と二次振動が発生する。点火間隔は180度から540度と、 大幅な不等感覚になり、排気を集合すると干渉が発生する。しかし V 型と異なり排気音に不等感覚という感触はない。1960年代以降、日本のオートバイメーカーは、この180度クランクを好んで導入した。というのも、180度クランクは360度クランクよりも振動が少なく、高回転が可能で、高出力が得られたからである。 例えば、1966年製のホンダ CBE450 の180度クランクのエンジンは、排気量が 450cc でありながら、当時の英国製バイクの排気量 650cc の360度クランクエンジンとほぼ同等の出力で達成した。1973年のヤマハ TX500 や1977年の 鈴木 GS400 は180度クランクとバランスシャフトを採用。1980年頃から直列に気筒エンジンは180度クランクが主流となった。二輪車の中から大排気量に気筒エンジンの主流が270度クランクに移行した現在でも 650cc 以下の小。中排気量に気筒エンジンでは180度クランクが主流である。270度。 ヤマハ TRX850 270度クランク直列二気筒点火間隔がバンク角90度の V 型二気筒エンジンと同じになり不等間隔点火によるトラクション性能の向上が V 型二気筒よりも前後方向にコンパクトな構成で享受できる。オートバイではヤマハ TRX850 トライアンフスクランブラーホンダ NC ヤマハ MT-07 等で使われている。近年では 700cc 以上の中から大排気量をオートバイ用直列に気筒エンジンの主流となっている。2ストロークエンジンは1回転で1サイクルが完了するのでクランク位相角を180度にした場合に点火が等間隔で振動も少ない非常にバランスの良いエンジンになる。そのため他の位相角はまず用いられない。 ニストロークエンジンでの得意な例として、川崎が KR ロードレーサーなどで短気筒を横置きで前後に二つ並べたレイアウトを持つエンジンを単イコール直列二気筒と称して採用していた。ただしこれは車体の前後にシリンダーが並ぶことから直列と呼ばれてはいたが、エンジン単体としては直列ではない。クランクシャフトが二軸となるので真の意味での並列に、 気筒と言えるが、慣例として、オートバイ業界ではクランクシャフトを無視して、シリンダー配置が横並びならば並列、前後並びならば直列と定義する場合が多く、横置き直列エンジンのことを並列と呼ぶことがむしろ、一般的となっている。そのため、市販レーサーレプリカである、川崎 KR シリーズのカタログでは、横置き並列に気筒エンジンの KR250 は、直列に気筒。 逆に後継である横置き直列に気筒エンジンの KR-1 は並列に気筒と記されていた。しかし、タンデムツインは非常に稀なエンジンなのでほとんど問題にされていない。また、片山産業がかつて製造していたオリンパススーパーツインでは2ストローク直列に気筒エンジンのシリンダーを前方に90度倒したものを水平並列に気筒と呼んでいた。古くは 世界最初の自動車である企業の放射が、蒸気機関のシリンダー2つを直列に搭載した、直列2気筒エンジンであった。4ストロークエンジンでは、ホンダ技研工業が製造したドリーム CB72、スーパースポーツ用のエンジンでは、タイプ1とタイプになる2種類をラインナップし、同一エンジンながらも前車は180度クランク、後車は360度クランクとし、差別化を図った。 後年に CB72 と同社が同様の商品展開を行ったモデルとして CB450K 例の日本国内仕様、CB125T と CD125T が存在する。ありがとうございます。